おはようございますほどほど配信無責任 YouTuberUFO チャンネルの UFO です令和5年11月14日火曜日対案ですね昨日が新月でカンナ月が始まったとこですね 旧歴で今、えー、と、前回12日の朝に遊びに出かける前に配信したライブを動画編集して字幕をや苦労して完成してアップしたところです。 遊びにうつすを抜かしたうで <laughs> 今いっぱいあの何、ー、て言いますかね、えー、もういっぱい頭にあるんですけど、えー、それをこう,うまくまとめられるかどうか時間がどうなりますかね、えー、ゴジラを見に行ってきました あえー、ちょっとその前に、バイトの、えー、っとね、うん、朝行きましたよ。昨日はあの休みだったんですね。えー、渋の休館日で。で、遊びに出かけて行ってきたんですけど、今朝は、あのー、マイナス1度でした。えー、終わって、えー、 ですね、あのー、帰ろうと思って、えー、車に乗ったら窓が凍ってましたね大変寒い昨日帰ってくる時もあのー、アルプス真っ白でしたしエナさんも白かったですもういよいよ本格的な冬がやってくる信州の方は雪も積もったみたいですしね そんな感じの朝でした。えー、バイトの、えー、もう一つ面白いことやってバイトで、あのー、私、いつもここでタヌキの話をします。死柄木焼きのきが結構家の前にあるとこがあるんですよね。で、まあ、本物のきも最近、えー、よく見るようになってますけど、えー 焼き物は逃げませんのでね。で、前名前をあだ名をつけて、ハイタッチしたり、柏で打ったり、切、え、れ、ー、したり、<laughs> 回ってるんですけど、うんその中にその柏で打つとこがあって、それはあの大名人っていうたぬきがいる家なんですけど、ちょうどな、 その家の前あたりでタヌキがこう僕を待ってた時があって待ってるっていうか道の真ん中で動かなかってで走ってたとこがその大名人の焼き物のある方だったんでここはちょっと、えー、特別なとこだろうと思って大名人にしたんですけど今日行きましたらそのその家の車があ行った時間が えーっと、2時55分だったんですね。で、その家の前に止まってる車が、えー、2255っていうナンバーだったんですよ。2255、255だと思って。んで、あ、ダニオジュ様 <laughs> あ、タイミングぴったりって言って、えー、歌詞詞を打ったんですけど、ちょっとこっちを見たら、 <laughs> もうえバイト始めて1年も経つんですけど全然知らなかったんですけど、えー、向かいの家にあのー、すごい種がいっぱいいたん置 <laughs> 物で、あのー、いて一、えー、個は立ってるし寝てるタヌキとか小さちちいやつもすごくいっぱい,家い岩の上にいてええー、とてって <laughs>、えー、ダメージ様が。 その辺り一帯がタヌキエリアって僕は言ってるんですけどあのいろいろいるんですよ <laughs> マロカクロちゃんとかねえから本当にタヌキエリアなんですね <laughs> そんな面白いことありましたえ昨日、えー、ゴジラ見ましたあーすごかったですよもう本当すごい <laughs> 大迫力 <laughs>、あのー、映画館で見るのもあるんですけどもう何と言ったらいいんでしょうね、あのーえー、と特撮っていうか、あのー、CG のね、あのー、そういう技術もすごいし、あのー、映画っていうのはすごいみんなの、あのー、もも最後にテロップが出るともういっぱいですよねあの名前が。あのー 小説やなんか一人の頭の中で時間をかけて、えー、創作するんですけど、映画はものすごいお金を使って役者さんとか、もう、すごいいい役者ですよね。あの、吉岡秀隆とか、神木隆之介とか、もう本当素晴らしかったですねあの。それも素晴らしかったんだけど、ゴジラもすごかった。本 <laughs> 当にもう、 あの吠える声もあの、それだけにすごい時間をかけて苦労して撮ってるみたいですけど、でおもあのそのゴジラマイナス0.1っていうやつですね、あの監督さんは山崎隆さんっていう方で、Always、えー、夕,夕日のなんとか夕日がわこの三丁目だ。夕日 いやちょっと忘れちゃった。<laughs> あの、有名な、はい、映画を撮っている監督さんですよね、えー。で、ゴジラっていうのは、その、70周年だそうなんですね、なゴジラ。えっ、ー、と、その、70年前に、あの、ビキニ鑑賞っていう太平洋の、あの ウミンの中でアメリカが水爆実験をした時に第五福竜丸っていう日本の漁船が座、えー、誌を転覆した事件があったんですけどそこから目覚めたのがゴジラなっていう設定なんですよねあれで私のあフェイスブックの友達でそのゴジラを 見るように仕向けた <laughs> 田畑さんは建築家の <laughs>、えー、ゴジラこそはあのレムリアの神だっていうことを言っておられましたけどまあそれもそうだそうかもしれないなと思ってあの見に行ったんですけど私はもうその一番感じたのはその一人一人の中でえっ、ー、と さきの第二次世界大戦ですね。太平洋戦争の締めくくり、終わりを、えー、決着をつけなきゃいけない時に来てるんだなっていうのをあ感じ、すごく感じました。自分たちの生活の中ですね。えー、自分の気持ちの中、えー、家族との関係とか、そういう中でその決着をつける時期に来てるんだろうなっていうことは、 えー、あのー、何をしろってことではないですけどその自分の気持ちに整理をつけるっていうことだとは思うんですけどで私はこうし遊びにうつつを抜かしてるわけですけどうんその映画見るとか本を読むとか今モーパッサンの女の石をその 電車の中でも読んでるんですけどもほんにこの小説も面白いですモパさんの,あの。そういう映画見たり本読んだりするのもあの神,神様を拝んだりするのも、えー、本当とにあの他の創作とか、えー、バイトとかと同じ仕事だと思ってるわけです。 遊びが仕事なわけですね。<laughs> で、えー、ちょっとこの、家族でいても、その、友人、知人とね、周りの人、教会の人たちとか、いて、一緒にいても、どっかこう、孤独をか、孤独とか、その断絶みたいな、疎外感を抱いてたんですけど、あのー、やっぱりこの、今まで、 三次元って言われてますよ、ね、この、そっから一段上の四次元に入ってきてるんだなっていうの。これ、あの、もう何年も前から、その Facebook なんかで、そういうふうに、立ち、立ち分かれっていうのかな。え、あの、今までの生活を選ぶ人は選ぶ人で、もう一つ別のえ次元に入る人は、そういうふうに。えー 住み分けみたいなことが起きてるっていうようなことを言う人はおられましたけど、自分もそういうところへ突入してきたのかなとは感じたいして、どっちが偉いとかいうことではないんですけど、そういうふうな、あのー、その方が生きやすいっていうことですよね。そういう方がいっぱい、えー、増えてくると、その全体の、えー、認識も 変わってくるんじゃなないいかなと,いうことを思いますね、えー、ヌーソトロジーの、えー、認識とか認識革命認知革命だと思いますが、えー、そのコ,コペルニクス的転換とかコロンブスの卵とかガリレオ・ガリレイが えー、天道説を、から地道説に変えた、その、えー、その時はもう本当に裁判にかけ、なったんですよね、あのガリレオも、えー。全然理解はされないんですけど、今、みんなすごい当たり前になってますよね。地道説を、うん、疑う人はあんまり言えないですけど。 あんまりいないってかいないですよね当 <laughs> あのそういう認識がその世界を作ってるわけですから今あの地球は丸いんじゃなくて平らだっていう方もおられますしねマドモアゼルアイさんなんかそう言っておられましたけどもう本当にここ個人のその認識でそうあの現実がどうなっていくんだろうなっていうところも。 ありますけどそんなふうに、あのー、どっちがどうってことはないんですけどその、えー、一事件を足したその認識の方法をそ,のそれぞれが持つことで、えー、戦争のない平和な世界をお現れてくるのを えー、見れるんじゃないかなっていうことを、えー、思っていちょっとそのガデン飲水というか、えー、我が身勝手な、えー、考えかもしれませんけど遊びが仕事だとかいうのはね、あのー、どうかなっていう、えー、気もしますけどそんな風で、えー、帰宅報告でゴジラの鑑賞 報告会でしたあらすじは言うとねあれもうほとんどあのいろんな人が言ってるから知ってる人は知ってるかもしれないですけど、えー、大変面白かったですあのみにあの昨日は平日だったから席もかなり空いてましたけどあのみんなあの中ぐらいのところがと いい席なんですよね僕は前の方の席で13日だったから10 E の13っていうところに座ったんですけどほとんど誰もいなくて貸し切り状態みたいな、えー、特等席だって自分では思ったんですけどそんな風に行、えー、ってきましたやっぱりでも遊ぶと疲れるんであの帰ってきてしばらくねあの何もしくなくてあの気分も落ち込んで でしたけどあの泣き言をあの彦根の若い友人に言いましたけどね <laughs>、えー、そしたら、あのーまあ、夜ね、あのー、夕食作る気もしなかったんですけどもやし炒めを結構上手に味は微妙でしたけどあの手際よくできたのでそれで気分が持ち直して。 夜もぐっすり寝てあ、その寒いバイト、これから厳しくなってくるんですけど、<laughs> 新聞配達に行って帰ってきました。そういうことで皆さん、えー、もう9時41分ですね、えーい。忙しい仕事に追われている最中かと思います。私は今日は一日、えー、ちょっと、えー、絵描いたり小説描いたりしようかな。あまあ あのー、映画見ちゃうかな <laughs> どっちかですけど。<laughs> 家でゆっくり過ごそうと思っています。Habba nice day goodbye, ゆほチャンネルでした。ありがとうございました。失礼します。